小倉で、まあそのバンド活動をしていたんだけど、その頃どういう生活してたかっていうと、立町のスタジオ、山がやってるスタジオで曲作ったりとかしつつ、2時から5時ぐらいな感じでやってたかな。でそれが終わるとね、あのアルバイトしていて、大型キャバレーっていうかね、小倉にあったんだよね。月世界っていうところと宮城野にあった新世紀、その新世紀ってとこにそのバイトで入ったんだけど、まあ、最初ね、あのボーイだった。1週間しないうちにその芸能部っていうところが、部署があって、そこの人があの芸能部でやりたい人いないかっていきなりそのカウンターに来られて、でも即答でね、あ僕やりますっつって、大型キャバレーではね、あのショーをやってるわけだ、毎日で。しっかりしたステージがあって、逆 U 字形のね、あの こんな張り出しがあって、でそこの張り出しがね、そのフロアに降りていくんだよね、まあ電動でさ。でそのもうとにかくさ、もうキラキラしてんの、ステージがもう、あの電飾がいっぱいついて出て、もう豪華なわけ。その演者じゃなくてスタッフとしてそういうショーに関わったんだけども、まあね、あの神経を使う仕事だったんだよ。電飾を下ろしててさ、あの床から4センチぐらいのところで止めろって言われるんだけど、要するにオンオフで切り替えて、それ結構難しくてさ、もう瞬時で止めないと、うん、もう 0.5 秒の差ぐらいで下についちゃうから、まあまあそういうことやりつつ、その歌い手さんの後ろ姿なんかね見つつ、週末にはさ、ビッグショーって言って、まあ、小林旭さんとか勝新太郎さんとか、まあまあ菅原文太さんもやったな、そういう方が来られて、リハーサルの時に、バンドの人とその歌い手さんがテンポ合わせっていうのをやるんだよ。森口茂雄とニュースカイラークっていうバンドが、まあ、ビッグバンドだよね。ホーンがいてさ、そこの箱番だったので、初めてさ、そのサックスだの、トロンボーンだの、トランペットだの、まあバンドに入っててスカパラの初期でさ、よくやってたこんなオーケストラボックスで座ってさ、まあまあもろあのスタイルだよね。ほんで、あのニュースカイラークってこうあのボックスにさ、ペントっていうか、あのちゃんとデザインされてて、まあかっこよかったよね。演歌から、まああの寺内武さんとかもよく来られていたから、まあ勝新太郎さんが来られた時に、すごい、うん、まあそのショーが終わってさ、あのマネージャーがさ、ギャラを持っていくわけだよ。赤いお盆にさ、札束が持ってるの。当時さ、ビッグショーって、まあ勝新さんクラス、小林旭さんとかもそうだけど、だいたい500万ぐらい、うん、一晩ですか、うん、5つ乗ってるわけ、そのフルがした、はい、100万の札が、札束、それをマネージャー持っていくのをよく見てて、いやまあ当時のさ500万と今とやっぱ違うからさ、えらいやっぱり高額なわけだよ。でまあまあちょっと話が前後するんだけど、小林旭さんが来られたこと、まあなんか2回あったかな。でその時にさ、あの驚いたのがさ、付き人さんがステージに2人おられるんだけど、その自分が操作してるパネルの横に正座してんだよ。ほんでさ、1人はさティッシュを持ってるわけ、ティッシュの箱。だからアキラさんが歌ってて、その汗を拭きにこうなんていうか乾燥のところとかこうね、マグロのちょっと裏にパッてちょっとさ、はい、そしたらさ、そのティッシュでさ顔パあのまあ汗拭いてさ、またさっと出ていかれるんだけど、
まあそういうそれだけの人がいるっていうのがまず衝撃で、もう一人はもう一人は何も してないでただ見てる人がいたんだけど、その人 何の仕事だったかっていうと、まあ お姉さん方キャバレーだからさ、お姉さん方いっぱいいらっしゃるでしょ。でも皆さんもドレスとか着てて ロングのさタイトなドレスとかでさ、で1万円札をさ10枚セロハンテープで止めてさレイにするんだよね、うん、それをさ歌ってる時にステージに向かってこう出て行かれて、アキラさんがそう首をさこうやって下げてさ、でこう首にかけるわけ。でそれがさもう見る見る間にさもう6つ7つってこうなるわけ。でもうそれをさまたさ汗を拭きに来た時にこう外す係の人だったんだね、その人で。でなんとさアキラさんはさそれさもう自分のものにしないのよ。その人外した人がさセロハンテープ全部外してでこうちゃんと綺麗にこうやってで、ね、並べて、うん、まあ、数十万になるよね。でそれもうこれや。だからまあそういう人たちもいて、まあ面白いよねそういうのって。まあ外側から見てると分かんないしさ、あとそのバンドの演奏がかっこよかったね。もう何しろ、ほんでさ、まあ、こうやってさテンポが遅いから上げろみたいな合図とかあって、でもそのリアルタイムで上がっていくわけで、ちょうど良くなったみたいな、まあ、そういうのが結構ね、なんかドキドキしたし。で、ま、何歳ぐらいだったの？18から、うん、まだ学校行ってたよ。でも学校行ってたんだけど、バンド その練習ある日は学校行ってないからさ、サボってるからさ。でまあそんなことだったんだけど、でまあ話戻るけど、そのマネージャーがさ勝新さんに500万を出した後に、勝新さんが みんな飯食いからついてこいっつって言われて、スタッフ一同さご同行させてもらって、そしたら当時さものすごくその料金が高かった小倉の中で一番のゲイバーに一緒にみんなで行って、でゲイバーにさもうなんかその食事をさ外からバンバン取るわけよ。でゲイバーで食事してたよ。ほんで今度さピッチャーにさレミリンをさドボドボついで、ほんでそれを回し飲みだよ。レミマルタ、そうそう。ほんでね、まあ、それを飲んでもうぶっ倒れたんだけどっていうことがあったんだけど、であとさその勘定がさ、はい、お会計ね、もう内ポケットからさその500万さそのままさそこから100万そのまま出して、でも釣りじゃないっつって、ほんで次行くわけだよ。で一晩で全部使っちゃってさまあ次行こうってなって、まあこれも衝撃だった、まあ、こんななんだと思って、うん、残ってないけどどうすんだろうっていう、うん、まあ豪快だったね。平本、うん、さんもそういうの見て、うん、うちも表側の逃げだろうっていうのは思ったんですか？いや、もちろんそのハイヒールやってたから、もうハイヒールやってる頃、うん、もうそれはもうもちろんそうで、はい、でもねその経験がね後々ねスカパラに加入した時にねやっぱり生きてきたよね、うん、生の缶の音とかやっぱりもう常に耳にしてたし、ビッグバンドっていう形態はさスカパラと同じわけよ。やっぱり11人ぐらいいてさ、もう編成的にも同じほぼ同じ、うん、だったからね。でなんかそういう昭和歌謡の粋なところを散々見てきていたから、うん、まあ楽しかったね。んでその宮城の小倉に宮城のっていうところがあって、そこにまあ震災機があって、近くにねマンションを借りてたんだね。そこのマンションはね津田病院っていう病院の持ち物で、ある時さ大変なニュースが事件があったんだよ。
たさ、まあ、テレビ見てたらさ、バラバラ死体が見つかってって、バラバラ事件ありましたっていう、もう近くなわけよ、その場所が。ほんで、もう首もないとかっていうことでさ、首なしの胴体みたいな話でさ、たださ、どうも津田病院の院長らしいってなって、大家さんなんだけどっていう。でさ、実はさ、その事件の前にさ、例によってビッグショーをやって、まあ女性の、まあ、有名な、皆さん知ってる、言えないですよね、あるホテルに自分がね送迎したんだよ、送ってた、終わってから。そのホテルのロビーにいたのが津田院長で、俺それ知ってたからさ、うわと思って、うんっていう、その夜の後にそうなってるわけだから、いやこれは怖いと思ったね。やっぱりこう直結なんだなと思って、うん。まあ皆さんご存知のようにね、小倉っていうか、まあ、北九州っていうと、まあ、修羅の町ですよ。まあ発砲事件なんかよくあったしね。まあ、うろうろしてるさ、ビルのさ、壁のコンクリートにさ、打ち込まれた銃弾の跡がさ残ってたりとかさ、まあ、そういうことがよくあった、うん。でまあもちろんそういうヤバい人たちもいたしさ、キャバレーなんていうともうさ、菅原文太さんなんかいらっしゃる時なんか、そのお昼にさ入られるんだけど、会場に入り口のとこ、裏口のとこにさ列ができてんだよ、男たちの真っ黒服着た、でその中をさ歩いて入ってこられる皆さんさ、頭こんな感じで、兄貴っつって、いやーそうか、そうかと思って